エミール・アウタースは、ベルギーの画家である。名はルーベンに、シャルル・アウタースという画家がいたことから、混同を避けるために、エミール・アウタースと作品に署名した。ブリュッセルの宮廷の役人の息子に生まれた。ブリュッセル王立美術アカデミーで4年間、ジャン・フランソワ・ポルテールに学んだ後、パリに移り、エコール・デ・ボザールで、ジャン・レオン・ジェロームに学んだ。パリには6ヶ月ほど滞在し、 ルーブル美術館で巨匠の作品を模写して修行した後、イタリアを旅した。ブリュッセルの展覧会に出展した作品で、ベルギー王立美術館の館長のアドルフ・バン・サウストで、ボルコンフェルトに注目された。1869年に、大々的に祝われた、スエズ運河の開通式のベルギー政府代表団に、若いワウタースは参加することができ、エジプトを訪れ、多くのスケッチを持ち帰り、 あとに、エジプトの風景を描いた作品を制作し、1881年から、ウィーンなどで展示された幅114メートル14メートルのパノラマが、カイロのパノラマも描いた。ベルギー内外の展覧会に出展した回評価を得て、ブリュッセルの視聴者の装飾画も描いた。1890年からパリに住むようになり、パリで死去した。1887年に、レオポルド勲章。 1924年にベルギーの王冠勲章を受訓した他各国から受訓している。ありがとうございます。